おはようございます。6月25日土曜日、お茶筒やっていきたいと思います。先週はついに運休しちゃいました。喋るネタは用意していたんですけれども、ちょっと合わせる画像がいいのがなくて、もう考えてるうちに月曜日になっちゃいました。今日は、適当な画像を寄せ集めてなんとか喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。トークの内容と画像は一切関連性がありません。それで先週何を喋ろうかと思っていたかと言いますと、実はビットコインを買い戻ししました。280万円台くらいで、でだいぶ前にですね、もう一回売ってるんですよ。550万円台ぐらいの時に、一回買ってずっとほったらかししといたんですけれども、本当にたまたま見てみたら、値段がもうなんか気違いみたいな価格になってました。自分の取得原価が多分100万円台ぐらいだと思うんで、まあまあそれなりに一度いい値段で一回売っています。でその後、買い戻しするチャンスを伺ってたんですけれども、でその後また確か結構500万円台ぐらいから結構跳ね上がったと思うんですけれども、気がついたら今のお値段、300万円台ぐらいまで来たら一回買おうかと思ってたんですけれども、その後また一回上がったんですよね。で上がった後にまたちょっとした暴落みたいな感じになって、まず今が1回目の買い時チャンスということで一回買い戻ししました。だけどもここはまだ全力買いする場面ではないと思います。次は200万円前後くらいまで来たら第1回目の全力買いチャンス。もし本当にここまで落ちてきたら、ちょっと本気買いぶっ込んでみたいと思います。だけどもこういうものはどうなるかは分かりません。ひょっとしたら100万円前後台ぐらいがないとも言えない。なので第2回目の、ぶっ込みチャンスは100万円前後、もうここまで来たらもう 全財産ぶっ込んでいいんじゃないかと思います。さすがに100万円以下はもうないと思う。ビットコインと価値が認められているうちは、100万円以下は一応ないということで、まず今がとりあえず買い時チャンスで、次は200万円前後で、もし100万円まで来たらもう全力買いという感じで考えております。個人的な意見ですけれども、1ビットコインがもう何百万円以上なんていうのはもう正直まともな価格帯じゃないと思います。まあ、といっても、ね、ビットコインは取引単位が1単位じゃありませんので、もう本当細かい小数点以下で の取引ができますので、一回買うのにその何百万円が必要というわけではありません。一応知らない人のために買おうと思えば、まあ、1000円とか500円とかでも確か買えるはず。まあそんな少額で買ってもあんまり意味はないんですけれども、まあそんなわけでとりあえず一回買い戻ししてみた。そして200万円前後がもし来たらちょっと全力買い、
や本当に200万円台まで来たらいいんじゃないかなと思います。チャンスです。あ、こんなこと喋ってるうちになんか時間が押してきちゃいましたけれども、今後の予定についてと言っても特にありません。まあ、ないんですけれども、一個企画ができました。今日できました。割と地元ネタみたいな感じの内容なんですけれども、一人ではちょっとロケが厳しいかもしれませんので、協力をお願いするかもしれませんのでよろしくお願いします。あと物語シリーズの方は途中まで筆を進めたんですけれども、途中で止まってしまいました。とりあえずなんとか7月ぐらいには1本何かしらの新作をあげたいと思っております。まあこんな感じで今日は終わりたいと思いますけれども、なかなか毎週運行が厳しい状況になってきたかもしれません。月に運行から月一運行みたいな感じになってしまわないように頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。お客さんが5人いればなんとかやっていけるんじゃないでしょうか。それではまた来週があるかな。それじゃあまた、バイバイ。そうね、ちょっといいかも。でも只見線もう誘わないでほしいわ。